新年明けましておめでとうございます。ヨッシーライダーです。はい、シプターと一人暮らしアメリカサーバー、ここまでなんとかですね、順調に、一人で頑張って、まずは、最初にやったのは真ん中辺のちょっと左下、はい、呪われた強戦士、湧くところで強戦士をね何人か捕まえました、ストック、で強戦士を少し育てたら今度保管庫周りで一番楽ちんで、また最初にね、あの湧いたポイントに近い雲の保管庫何度かクリアしました。でそろそろですね、次の段階で、まあまずは、レッドマザーとかねやっつけて、でだんだんその前にね、聖海溝拾いに行って、聖海溝の、道具とか武器とか、作れるようになりまして、で次は、今度ねネームド欲しいなと。でネームドは今のところ粛清で確かゲットした、2運びのネームドがいます。でも2運びのネームドはやっぱり戦闘力低いんで、どうしても今後進めていく上では強戦士よりも強いネームドが欲しいということで、まあ強戦士より強いネームドっていうと当然シプター島だと、ダリンシア捕まえるのが順当かなと思います。でシプター島のダリンシアは、あの南側のね、島のさらに一番南の方の真ん中辺よりちょっと左、水鳥の寺院で、固定でね、まあかなり、確率よく湧いてくるんで、まあ、どうしてもそこに一つ小さい拠点を作って、でダリンシアが出るまで、水鳥、攻めるっていうのがね手順じゃないかなと思います。なので、今日は、このシフターとアメリカサーバー一人暮らし始めてから、まあ4番目っていうのかな、拠点を作りに、南に渡ってます。で一つ目の拠点っていうのは最初に、ゲームを始めたところの近く上陸したところ、でそこは小さいね、弱っちい村があるんで、でそこでね、装備を手に入れたり、今後はね、でそこはね残してありますっていうのは、今後魔法を覚えていくと、献血所が欲しくなるんで、まあ、献血所に都合のいいところを、なんとか、劣化で失わないようにキープしてます。で材料がそこだとあんまり鉄鉱石とかいろんなものが手に入らないんで、そこから川を登ったところに2番目の拠点、これは材料とかアロエ、それからイノシシを買って食用肉でステーキ肉ですね、その辺が手に入りやすいということで、そこが2番目の拠点で、3番目の拠点としてはそこから山の間を移動して真ん中付近ちょっと、左側まで出張ってって、呪われた強戦士ですね、湧くところ、そこは大工、呪われた大工の3も湧くんで、そ
こで強戦士と3を第1の3を練っていると。でここまでそんな感じで順調にやって、でその次2番目と3番目の間に雲の保管庫を回る拠点、ここはエルダリウムと、イーコール、その辺を手に入れるための拠点で、さあいよいよこれからネームドの戦士を手に入れて、もっとね強い敵のいる保管庫を回れるように、そのための準備として、まずはダリンシア、第一目標はダリンシアを捕まえたくて、水鳥寺院のところに、拠点を作りに来てます。で水鳥寺院のところに拠点作れればレッドマザーも比較的近いんでね、こっからレッドマザー上がりも通えると思います。というわけで、久々に上陸したこの島です。さて前のサーバーでやってた時と、建物、当然建物が違うんで、ちょっとどこだったっけなって感じなんですけど、あそこはそうそう前水鳥の拠点を置いてたとこだけど、まあ、ちょっとね水鳥寺院通うにはちょっと距離があるんで、今回空いてたらもっとそのものズバリのところに拠点を構えようと思います。ちょっとバックですね、これちょっとバックして、入り口が分かりにくいですよね、水鳥の拠点は、寺院は確かこの辺こういうところ入ってって細い、ここじゃないな、ここじゃない、まあ、こんなようなところ、ちょっとこう見落とすようなところを入っていく、狭い、まあ大体すぐ近くにねみんな拠点作るんで、まあ大きめのね人の拠点があったら大体その近くだろうなってことで、多分この近くで空いてればいいな、空いてなければまあ海の上に戦友のないところ、さあここだ、この山道だ、よしということで、山道のね途中に作るという人もいますけど、まあ途中に作るとねこの水鳥通うのにはとっても便利ですけれども、それ以外のところに行くのに逆に山登りしなきゃなんなくなっちゃうんで、まあ、今回は水鳥の降りてきたところに拠点を構えようと思います。幸い空いてましたので、そんな大きい拠点はここね必要ないんで、苦難の輪の宙を置いて、であとちょこちょこっと他のものが置ければ十分なんで、まあ、そのぐらいの大きさで、大きさ的にはいくつになるんだろう、 9×9 とか 8×8 とかそのぐらいでいいんだけど、まあ、せっかくなんでねここは丸く作ろうかなと思います。はい、でこれはね今敷いてるのは闘技場の床ですね。まああんまりねおしゃれじゃないんですけども、シンプルでなんか質素な感じでね、闘技場の床、はい、置いてます。そう、基礎ばっか使うとね材料いっぱい食っちゃうんで、真ん中だけ基礎置いて、あとは、床材、天井材っていうのかな、はい、それで並べてます。でこのぐらいでそろそろ、中が、クランドは中が置けると思うんですけど、ちょっとねベッドとかも作んなきゃなんないし、石炭持ってこなかったんで、おかゆの燃料作るための燃料も欲しいんで、ちょっと、草刈ったり木を刈ったりしときます。
さあここまでは順調に来てます。何が足んない、あ、紐が足んない。拠点出るときにね、必要な材料は持ってきたんでできるはず。紐ができたんでできる。さあどうすならど真ん中置きたいよね、なるべく丸い拠点の場合は。はい、でも意外と難しいんだな。高いところから見下ろせばいいんだけど、同じ平面でこうやって見てる。まあ苦難のはね、沖縄島聞くんで、お、まあ割かしいい線いったんじゃないかな。はい、うん、ちょっとこっち側に寄ったけど、さあ軽く囲っちゃおうかな。どうせなら階段、階段、丸を作るときはね、三角と四角で交互に使って、あ、ここまだ階段早かったな。もうちょっとこっちへ伸ばしたいね。まあ、奴隷置いといたりね、馬置いといたりする。色が違いました。この材料はね、なぜかね、色が2種類ある。てな感じでだいぶ整ってきたので、まあどうせなら入り口も作っとくかな。この辺ね、入ってくる敵いないんで別にいいんですけど、まあ最近ね、粛清を呼んだりするんで、近所の拠点がね、粛清呼んだりしたときに、開けっぴろげですとね、なんか被害被る場合もあるかもしれないんで、一応粛清の敵があんまり入ってこない程度には再度運行かな。はい、で夜ね、引っ張ってきた時に暗くても分かるように照明もちょっとつけました。でお馬さんは中にしまって一回、さあ準備して、ってくるかな。さあこのサーバーになってから初めての水鳥。さあ誰も助けに来てくんない、一人ぼっちのシプター島なんで、ちょっとね、慎重に行こうと思います。
だ。山道、山道登って、あれついてきてんのかな。来てるね。一応来てることにはなってる。ちょっとさっきからね、奴隷の動き悪いんで。でもね、アメリカサーバーだから、時間的にはどうだ。あ、今半日遅れってことは、向こうは大晦日のお昼前ぐらいなのかな。ちょっと重かったんですよ、さっきね。さあ、ここの角を曲がると、ちょっと左側に、はい、こういう敵がちょこっといて、ここね、意外と人数いるんで、まだね、そんなに装備がね、千いくつの装備なんで、ちょっと油断するとね、一撃でバーンってやられちゃいます。で、次はね、はい、実はさっきちょこっとやられちゃいました。はい、まあ、まあまあ、想定ないです。弓と、あと、ところどころで待ち構えてる戦士。でね、金メリアのご馳走を拾いながら行こうと思います。なるべく。確かね、防御値が上がるんかな、あれ。まあね、呪われた強戦士2人いるんでね。まあ、よっぽどね、ことがなければ、こいつら相手に大丈夫だと思うんですけどね。さあ、着実に行きます。さあ、こっから先が公式アジアサーバーだと、ちょっといつも結構重くて、言うこと聞かなかったり、サーバーから落ちちゃって、運悪く崖から落ちて死んじゃったりですね、する場所なんで。でもなんか感じですけど、カクカクもしないし、ロールバックの気配もないし、意外といい。ちょっと危ないぞこれ。ギリギリになったか。今回ね、強戦士ももう4人捕まえているんですけど、まだ女子出ないですね、強戦士女子。今回は、なのでまだ京子さんいません。まあ、ここでね、なんとかダリンシア。割とね、出るんで、結構。はい、で、魔術師とかね、どんどん倒して、できれば、呪文の書いた紙を
手に入れたいですね。まだ魔法途中なんで、まあ、頭蓋骨とかも、はい、宝箱大したもの入ってない。最近ね、装飾品になっちゃったよね、この辺ね。さあ、お、中身のいい宝箱ここにあります。さあ、ワンちゃんの鳴き声聞こえてきました。まあ、黒ひょうなのかね。はい、水鳥の寺院ロケーション今頃出ました。さあ、ワンちゃんね、まあ、黒ひょうみたいの2匹、これコンボじゃ倒せませんので、こいつらを先に片付けたいです。で、あんまり奥突っ込んじゃうとネームド出てきちゃう。ネームド出てきちゃうとネームド殺しちゃうことになるので、なんとかこいつらだけ誘い出す。よしよし、予定通り。はい、でこの黒ひょうを2匹倒せば、あとはね、こん棒の効く連中だけなんで、持ち替えさせてこん棒でいきます。いいね、反応してる。はい、じゃあ行きましょう。この奥にネームドが一番奥にいると思います。ネームドともう一人なんかいるんですよね、いつもね。で、ネームド以外はこれ1個で寝ちゃいます。で、ただ動き回られるとこの煙の範囲から出ちゃうんですけど、割とここはね奥まってるんで、割と効くんじゃないかな。あれ、奴隷たち来ない。いいねいいね、来た来た、ん、来たかな。ソーニャでした。ダリンシアではありませんでしたね。でも確かね、ソーニャって結構使えるんじゃなかったっけ。さあ、オーブも効いてるせいかな、あっけなく寝ちゃいました。よし、捕まえた。まあ倒しながら来てるんで大丈夫だと思いますけど、一応ね。武器に戻しておきます。さあ、夜道暗いんですけど、まあね、ここはダリンシアをゲットするために何度も何度も通った道なんで、
面を俺なんで、それだけね頭に入ってれば順調に降りれると思います。さあ苦難の輪に入れた。ソーニャゲットですね。これでほぼあとは回すだけ。さあ今回冷蔵庫の材料もね忘れずに持ってきたんで、氷も忘れずに持ってきたんで、多分こんだけね最初にお粥作っとけばもうこれでここでは二度とお粥作んなくても足りるんじゃないかなと思います。奴隷監督のね持ってくるの忘れちゃいましたけどね、ちょっと時間かかりますけど。ちょっとね照明が奥の方が足んなかったんで1本照明足して、で壁もね、ちょっと高くして、さあそんなことしてる間にね時間が経ったんで2度目2回り目行こうと思います。まあ湧いてれば今度こそダリニシア欲しいかなと思って一応向かってます。あ、もう湧いてるね。さっきはねちょっと油断してこの辺の雑魚キャラにやられちゃったんで、一回今回はちょっと気をつけて。さあワンちゃんも湧いてるはず。ワンちゃん倒したんだっけ。まあまあ想定内。まあこれがあるから拠点は近い方がね便利です。でどうしてもね戦友の関係で足元にこうやって作れなかった時は入り口に寝具を置いてくるっていう手もありますよね。ちょっとねまだね防具も1000ぐらいしかない。ちょっと今もういまいちなんで、自分の死体は始末していこう。あ、
経ちすぎてるから、まあいいや。さあ次行こう。魔法使いはね、箱とか欲しいんで。さあ、アイテム箱はね、湧き直すのがちょっと時間が遅いですよね。最高。来た来た。こいつらね、意外と一撃強いですよね。油断するとあれなんで、なるべく奴隷にやらせたいです。さ、お宝もらいつつ、もう一人いんのかな。今回はもう早くも氷がぐるぐる言ってます。
death will be as meaningless as your life. It wasn't supposed to be like this. この炎ちょっと厄介ですよね。こういう。さあ、出てこい。出たよしよしと。さあ、行くよ、そろそろ。今度はダリーン氏は出るかな。持ち替えて。さあ、準備できていきます。例によってまた紫のオーブをぶん投げて、ダリニシアではない、オルバル。はい、倒れた。さっきよりちょっとやられてるね。さあ、オルバル捕まえました。さあ、前やってたね、アジアサーバーだと
結構この途中途中に、C 国の人がリフトをくっつけてやったり階段くっつけてやったりいろいろやってあるんですけど、なんかこのサーバーはそういうのないですね。本当にそのまま山道みたいな風情が残ってます。さあ二人突っ込んだぞ。ネームド二人まあちょっとねダリンシアが捕まえられなかったの残念なんですけど、まあここに拠点構えてね水鳥寺院詣をしていればそのうちダリンシア捕まえられるでしょう。さて3回目行ってみます。3回目といってもね直後なんでまだ湧いてません。これはあれだね、さっき気絶させて放置したやつだね。あれ奴隷来てない。あれ奴隷がワープしてきてる。よし、こう行こう。湧くの早いよ。まあ、気絶したやつかな、さっき。やっぱね、気絶効果のあるコンボを持たせてるとね、ちょっとね、邪魔くさいよね。あれ、もう湧いてるよ。
さあ今回はこれをいただいてきます。よいしょ、よいしょと。さあ到着。さあうまく置かないと消えちゃうんで。どうも気に入らないね。ここでいいかな。まあいいとしよう。さてそういうわけで、新年最初の配信は一人暮らしのシプター島で、まあ、ダリンシア狙いの、水鳥寺院ですね。まあ小さい拠点を作って、まあ、これからねダリンシア捕まえるまでここで頑張るというパターンで
いきたいと思います。それでは皆さん、今年もよろしくお願いいたします。さようなら、ヨッシーライダーでした。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。